こんにちは、小田香織です。セノーテを監督しました。メキシコ・ユカタン半島北部にはセノーテと呼ばれる水中洞窟があります。かつてマヤ文明の時代、唯一の水源であり、雨乞いの儀式のために生贄が捧げられる場所でもありました。現在もマヤにルーツを持つ人々が近辺に暮らしています。現世と予備の国をつなぐと考えられている空間セノーテを主題として映画を撮ることで、我々の中にある確かにあるのだけれど忘れてしまっている人間の記憶をくすぐることができないかと思い制作しました。よろしくお願いします。